おっと、あら、また緊急要請かしら。はい、ロイドです。お、ビンゴだな。いやー、会ってて何よりだ。は、僕の声を聞いてわかんねえのかよ。ヨナだよ、ヨナ。天才ヨナセイクリット。なんだ君か。どうして君がこの番号を知ってるんだ。警察のデータベースから調べたに決まってんじゃん。いや、警察のセキュリティってちょっ、まあ、トップシークレットなんかはデータベースには。誰からなんだ。あのハッカーの暴力。え、まったくあの子は。それで何の用なんだ。ハッキングの腕を自慢したいんじゃないだろう。それなんだけどさ、ちょっと僕からの依頼を受けてくんないかな。何？まあ正確にはティオの助けが借りたいだけなんだけど、一応あんたたちにも話を通しておこうと思ってさ。あのな、こっちは急が、プライベートな話だったらさすがに断らせてもらうぞ。まあプライベートっちゃプライベートなんよ。報酬はたんまり弾むぜ。俺たちは遊撃士じゃない。直接そうした報酬を受け取るつもりはないんだが。ふん、お高く止まっちゃって。ただまあ報酬といっても、直接見あんたたちの欲しがってる情報をパックしたメモリークォーツ、それだったらどうよ。いい反応じゃん。まあとにかく僕んとこに来てくれよ。詳しい話はその時に。わかった。何だったの。ああ、なるほど。ったく、ふざけたガキだぜ。しかも確実にこっちの足元を見てやがるな。でもとりあえず行ってみた方が良さそうですね。私の助けが欲しいみたいですし、逆にこちらが彼の足元を見ることもできるかもしれません。いや、別にそんな駆け引きはしなくてもいいんだけど。というか、どうして彼はティオに直接連絡しないんだ。おそらく悔しいんだと思います。おととい落ちゲーの対戦で徹底的に負かしたばかりです。そうなのか。その落ちゲーっていうのはよくわからないけど。あの小僧がティオスケには頭が上がらないのも確かみてえだな。基本的に甘ったれですから。とにかく他に用事がなければヨナのところに行ってみる。私としても。そうだな。いっ、
たじゃん。よく来たじゃん、じゃないだろ。私の助けが欲しいそうですが。いや、実はさ、ハッキングの手伝いをあんたにして。帰ります。ちょっと待った。どうしていきなり帰ろうとするんだよ。そりゃ当たり前だろ。たく、ふざけたが。いきなり犯罪を手伝うというのは少しな。だから別に今のところは犯罪じゃないんだってば。それに企業とか IBC とかに仕掛けるわけじゃねえっての。ちょっと厄介な相手の尻尾をつかむってだけの話さ。厄介な相手？あ、食いついたな。あのさ、とりあえず話だけでも聞いてくんねえかな。あんたも絶対に興味がある話。わかりました。ただしつまらない話だった場合、少し痛い目に遭ってもらいます。ポムットで20連鎖くらい食らってもらうとか。本当にやられたら屈辱的すぎるんで、マジで勘弁してください。キティ？可愛らしい名前だけど、本当にそんなハッカーがいるのか？嘘言っても仕方ねえだろ。初めてそいつと遭遇したのは、いくつかの会社にハッキングしてたら突然何者かにトレースされたんだ。その時は慌てて侵入経路を切断してなんとか逃げたんだけど、その時にこっちを小バカにするようにキティってハンドルネームをこっちに送りつけてきたんだ。それ以来たまにこっちの仕事にちょっかいかけてくるんだよ。聞いた話だとハッカーというのはとても珍しい存在らしいけれど、本当にあなた以外にはそんな人がクロスベルにいるの？ああ、絶対間違いないね。そりゃ最初は僕だって何かの間違いかと思ったぜ。僕に匹敵する天才ハッカーがこの町にもう一人いるなんてさ。匹敵するというより、どう考えてもそのキティの方が腕は上だと思いますけど、あなたの本来の専門はシステム言語の開発ですし、ハッキングで負けたからといってあまり気落ちしなくていいかと。余計な慰めはいいんだよ。とにかく僕としてはそいつになんとかアドレスを割り出してアクセスポイントを掴んでやる。その手伝いを頼みたいんだよ。ふむ。今日キティがネットに現れるという保証はあるんですか？こっちもそれなりに分析と対策をしてきてるんで、どうやらキティはいつもネットに張り付いているわけじゃないみたいだが、ヤツが興味を持ちそうなネタをネットにばらまいておいたんだ。今までの傾向から言ってキティが現れる可能性は 90%。 なるほど。となるとどちらか片方がおとり役になってキティをおびき寄せる。
その間もう片方が別のアクセスポイントからキティの侵入経路を割り出す。それを何度か繰り返してキティを追い込んでいく。そういった段取りでしょうか。さすがだな。あんただったらあのモードを使えばキティの処理に追いつけるはずだ。僕だっていろいろ準備はしてるから、スピードじゃ負けるつもりはないしな。2対1なら絶対に尻尾をつかめるはずだぜ。2つ問題が。え？まずハッキングの支援をするのに適当な端末が必要ということです。支援課の端末はハッキングのリスクを考えるとあまり使いたくありませんし。だったらちょうどいい場所がある。ジオフロント A 区画の仮想に第三制御端末ってのがあるんだ。こことはコアルーターが別だから挟み撃ちにはうってつけのはずさ。なるほど、都合が良さそうですね。話がまるでわからねえ。さすがに専門的すぎるわね。ただもう一つは、この忙しい時にそれなりの時間を取られてしまうということです。それはちょっと問題ね。昨日もレースかなんかで午後の時間を使っちまったしな。おいおい、それはない遅延要請だっけ。それって別に必ずやんなきゃいけないもんじゃないんだろ。見返りに情報を渡すんだから付き合ってくれてもいいじゃん。でもな。ですからこの件は私一人で引き受けます。ロイドさんたちはこのまま支援業務を続けてください。ティオ、役割分担するだけの話です。どのみちハッキングになれば私一人がいれば十分。皆さんだって私一人が抜けても通常の支援だが、そのもう一つの端末ってのはさすがにちょいと危なくねえか。まあなんとかなるのではないかと。もうあそこの魔獣であれば私一人でも対処できそう。ティオちゃん、ならこうしよう。俺がティオに付き添うから、エリーとランディは警察本部の手伝いに回ってくれないか。え？おお、いいんじゃねえか。さすがにティオスケ一人を行かせるってのもあれだしな。そうね、私もそれは反対。本部も忙しいでしょうから雑用はいくらでもあるでしょうし。で、いいじゃん別に、遠慮することじゃねえだろ。あんたってそういうのを気にするようなタイプだったっけ。わかりました。その代わり今日片付けたい用事は今のうちに片付けてしまいましょう。多分一度始めてしまったら夕方くらいまで時間を取られそうです。
はあ、よし、だったら細かい打ち合わせをしちまおうぜ。じゃあ私とランディは警察本部の方、ルン、キヨスケのことは頼む。なあ、ランディは仕事をサボったりするなよ。ギグ、そんな、めそもない。まあ、私が一応監視してるから。リオちゃん、頑張ってね。はい、エリーさんも。そんじゃ、向こうに到着したらエニグマでこっちに連絡してくれよ。ミッション開始速から。わかりました。よくわからないけど、あまりやりすぎないでくれよ。動力ネットを利用している人に迷惑をかけるのはダメだぞ。言われるまでもねえよ。僕もティオも多分キティも一般ユーザーに気づかれるような素人くさい真似をするもんか。ネットという領域の水面下で2対1の鬼ごっこをする。そんな感じになるはずなので心配はいらないかと。ま、それならいいんだけど。そんじゃ、よろしく頼んだぜ。さーって、腹ごしらえにピザでも頼んでおこうかな。やれやれ。それじゃあここを出てクロスベル駅の方に向かおう。ジオフロント A 区画の奥にある場所だったか。はい、第三制御端末ですね。細かい位置については到着した時に説明します。了解、それじゃあ行こうか。降りた先の奥にロックされたエレベーターが1機あるんですが、認証コードを打ち込めば起動するので、そこから。なるほど。認証コードなんかどうやって手に入れたんだ。以前 IDC の端末でヨナの居場所を突き止めた。分そのまま使えると思います。大丈夫なのか、勝手に使ったりして。ジオフロントそのものはクロスベル市の施設ですから、法的には問題ないかと。単に問い合わせの手順を短縮しただけのことです。まあいいか、とにかく降りてみよう。はい、これが A 区画の仮想におり、認証コードを起動しました。よし、それじゃあ降りる。その端末っていうのは、おそらく仮想の最奥にあるかと。それなりに歩くとは思うので。な、ああ、そんな場所に一人で行こうとし、
しかし上の階層と比べると照明とかがもしかして建造された時期が違う。ええ、この辺りは初期の頃に建造されジオフロント自体20年前から続いている都市計画の産物ですが、割と場当たり的な仕様変更で複雑な構造になったみたいですね。工事の発注に関しては議員の利権が絡んでいるという話をフェリーさんから聞いたことがあります。はあ、なるほどね。それにしてもかなり広そうな場所じゃないか。こんなところに一人で来ようなんて思ったのか。それはそのすみませんいいよ、とにかく怪我しないように、それだけは心がけてくれ。俺の方も全力で守るからさ。はい、あのロイドさんでしたら、コンビネーションを使ったクラフトを試してみませんか。エリーさんやランディさんみたいにうまくはできないかもしれませんが。なあ、いいかもしれないな。よし、せっかく二人きりだし、この際しっかり練習して。はい。
をつけて。俺たちの力だ。
さてと。あっ、任せてくれ。やっと。はい、えい。はあ、これで一安心です。俺の番だな。セッティア。さてと。あっ。行くぞ。エイティア。さてと。そこです。そこだ。よし、もう大丈夫だ。一気に行くぞ。エイハッ。私の番です。そこです。俺の番だな。やっハッ。よし、もう大丈夫だ。俺の番だな。セッティア。行きます。そこです。よし、やっディア。これが俺たちの力だ。行くぞ。セッハ。さてと。あっ。そこだ。俺の番だな。やっディア。よし、もう大丈夫だ。ナチオフロント内の換気をする。本来は災害時や緊急時以外は。過去の事例を発見。どうやら誤作動で動いている可能性が高く、他にも何機かありそうですね。そうか、そういうことなら片っ端から止めた方が良さそうだな。はい、そこの装置で停止できます。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。オッケーです。ディア。えい。私の番です。そこです。よし、
行きます。えい、俺の番だな。せい、はっ、これが俺たちの力だ。敵集団との戦闘を開始。せい、と行きます。そこです。任せてくれ。えいっと、よし、もう大丈夫だ。出現。任せてくれ。めんどくさいです。セイト、行きます。そこです。よし、先制可能。始めましょう。了解、任せてくれ。セイディア、チャンスです。皆さんお願いします。ああ、えい、はデータ収集終了しました。先制可能。始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。ディア、あ、さてと、そこです。はあ、これで一安心です。行きます。えい、俺の番だな。セイト、よし、セイト、さてと、そこです。はあ、
れで一安心です。先制可能、始めましょう。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、ここです。俺の番だ。せい、は行きます。そこです。はあ、これで一安心です。俺の番だ。えいっと。
俺たちの力だ。ここはどうやら終点のようですね。多分この近くに第三制御端末のある部屋が。ティオ、タワ、これはくそ、仮想の主ってところか。ティオ、なんとか行けそう。あ、はい、問題あり。速攻で蹴りをつける。俺の番だな。さてと、任せてくれ。えいっと、私の番です。情報を入手しました。さてと、あ、行くぞ。エニグマ、駆動。
任せてくれ。ティオ、大丈夫か？随分苦戦しちゃったけど。いえ、問題ないです。ロイドさんの方は大丈夫ですか？ランディ曰く、防御のテクニックだけは。しかし、ランディとエリーがいたらもっと効率的に戦え。日頃からどれだけあの二人に助けられていたか。なんか変なこと。いえ、こちらのことですから。第三制御端末は右に早速起動さ。ああ、この端末が第三制御端末。こことヨナが勝手に利用している第八制御端末の2箇所から。なるほど。それじゃヨナ。はい、エリーさんたちからも連絡があるかもしれませんから。ああ、ヨナ、こちら。あんたか、もう着いたのかよ。ああ、ちょうど今。スピーカーをオン。エニグマの裏側にある赤いスイッチを押してください。そうすると通話相手の声が他の人にも聞こうか。聞こえるようになっただろ。なるほど。消費 EP が多めなのであまり推奨はされていませんが、なんとか持つでしょう。ヨナ、こちらの準備は完了です。後の段取りは。了解しました。よろしく頼む。これで準備は終わりなのか。ええ、あとはひたすら待機です。ハッキングを始めた後も私一人で十分ですし、私が一人で行くといった理由が分かりましたか？でも実際ここに来るまでに結構大変だったわけだし、結果オーライでよかったじゃないか。困ったな、話題がないぞ。そういえばミッシーだっけか。ずいぶん気に入ったんだな、そんなストラップまでつけて。ええ、そうかもしれませんね。私はあまり物には執着しない性質ですけど、不思議とこれだけはずっと持ち続けていますね。これここに来てから買ったものじゃないのか。確かクロスベルのご当地キャラクターだろ。これはもらったものです、5年くらい前に。ガイ・バニングス、ロイドさんのお兄さんですよね。
オって兄貴と面識あった？はい。知らなかった。なんだよ、だったらもっと早く言ってくれればいいのに。でもティオは確かレマン自治州から来たんだろ。どうして兄貴と？しばらく旅に出るって、そんないきなり。一体どこに行くつもりなの？レミゲリア候補だ。なーに、しばらくといっても2ヶ月くらい。実はとびっきり可愛い女の子。あれはティオのことだったのか。多分私が9歳の時、レミフェリアにある実家までガイさんに送ってもらった時ですね。レミフェリア、ティオの出身はそこなのか。はい。と言ってもあまり思い入れがある故郷ではありません。もうほとんど捨ててしまった場所ですし。そのティオのご両親は？元気だと思いますよ。3年前に家を出てからほとんど連絡を取ってませんけど、ある事情で私は5歳くらいの時からゆっくりガイさんに保護され、衰弱していた私はウルスラ病院に半年ほど入院して、そしてなんとか回復した後実家まで送ってもらったんです。そうだったのか。でもどうしてまた家を？ロイドさん、私が普通の人間と少し違うのは分かりますよね。違うなんて。事実ですから。外界の事象に関して私は普通の人間の数倍の感応力を持っています。普通の人には聞き取れないかすかな音、普通の人には見えない動力波の流れ、そして人の日曜学校に通っていても私は一人ぼっちでした。周りの子たちとは違ったものを見て、違ったものを感じて、そして見えない悪意や好奇心もはっきりと感じ取れてしまう。両親は私を愛してくれましたが、やはり限界があったんでしょう。次第にうちの空気が張り詰めて私は気づいてしまいました。ああ、帰ってこなければよかったってそして気づいたら私は列車に乗っていました。共和国を経由してクロスベルに向かう列車に。そうか、ティオは兄貴に会いに来たんだな。そうかもしれません。そのマスコットをプレゼントしてくれた時にガイさんが言ったんです。安心しろ、きっとお前は幸せになれる。もしそうならなかったらいつでも俺を呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやるからよいかにも兄貴が言いそうな言葉だ。でもちょうどその頃に途方に暮れていた私はエプスタイン財団の人と知り合って、その感応力を見込まれて当時発足したばかりのオーバルスタッフの開発チームにスカウトされました。そしてレマン自治州に渡り財団の研究所で3年間過ごして、そして3ヶ月前再びクロスベルに戻ってきました。ティオ、あ、ごめんな、突然いなくなっちまうようなバカ兄貴で。
女の子との約束を守らないなんて本当兄貴らしくもない。ロイドさん、あ、ヨナみたいですね。キティが現れた。今ちょうどこっちが用意した餌を発見したところだ。追い込んでいくからサポートを始めてくれ。わかりました。俺は高みの見物か。ティオ、無茶だけはするなよ。はい、心配ご無用です。アクセス A4 システム起動。ネットワーク上のリソースも第二境界領域に潜伏開始。来るの待ち。はいはい、まあ、おいおい、マジでキティのやつ、もうプロテクトを解除しやがった。うわあ、せっかく用意した美味しい餌が一瞬で知られねえ。どうやって仕掛けてるんだよ。落ち着いてよな。おそらく圧倒的な処理能力で力任せに進んで焦らず、二歩先を読んでこちらへと誘導してください。確認しました。これがキティ。確かに早い。早すぎる。 A4 システム開放。複数同時並列処理に入ります。行きます。こちらも確認。おお、いい流れじゃん。このまま行けばそっちだけでキティを捕まえられるんじゃね。いいえ、あなたやキティと違って私は純粋。 A 音がダウンしたらさすがに追いつけないでしょう。くそ、だったらどうすんだい。ダウン覚悟で限界まで処理を高めてキティの退路を塞ぎます。おそらくキティはもう一度そちらの領域にシフトするはずです。タイミングを見計らってコンマ1秒以内で捕まえてください。ああ、もう分かった、やればいいんだろ。それでは A 音システムリミットブレイク。今です。そこだ。よっしゃー、捕まえたぜ。やったのか。ええ、そうみたいですね。お、大丈夫か。はい、ちょっと処理を上げすぎたせいで目を回してしまいました。まったく無茶するなって言ったのに。お、あのさ、ヒヨ、兄貴がした約束、俺に引き継がせてくれないか。え、もし幸せになれなかったらいつでも呼んでくれ。お前を不幸にする原因を一緒にぶっ飛ばしてやる。悔しいけど兄貴はすごかった。パワーにしても行動力にしてもまだまだ足元にも及んじゃいない。でも俺頑張るから。その約束を守れるくらいはでかい男になってみせるからさ。だから不思議ですね。ロイドさんとガイさんってそれでもどこか似たようなものを感じます。魂のありようというか、見ている方向が俺と兄貴が。はい、でもやっぱり違います。ロイドさんはロイドさんであってガイさんと同じじゃありません。それはロイドさんが一番分かっているんじゃない。それはですから、どうせ約束してくれるのなら
別の内容がいいです。え、別に今すぐじゃなくていいです。ロイドさんの言葉で私にしてくれる約束思いついたらで結構ですから。それに私も子供じゃありません。一方的に守られるのも何かをしてもらうのも嫌です。私だって同じ支援課のメンバーでしょ。そうだな。あ、ん？どうしたんですか？いや、ちゃんと笑ってる顔初めて見たかもって思ってさ。別に笑っていません。俺はその気が抜けてしまっただけ。照れるなって。でももったいないな。ティオ、元がすごく可愛いんだから普通に笑えばモテモテだろうに。すごく可愛いって。おっと、ヨナ、いつから聞いていたんですか？いや、笑ってる顔は初めてとかのあたりだけど。なんか珍しいのを聞かせてもらっちまったな。まさかあんたがそんな風に慌てるなんてね。それ以上無駄口を叩いたらパムットで40連鎖します。それは使用的に無理だからなら本当にやりかねないけど。それでヨナ、キティの正体はちゃんとつかめたの？僕を誰だと思ってるんだっつーの。無事アドレスはつかんだから、そっちにも情報を送るぜ。お、ヨナ添付ファイルがついてるみたいですけど。添付ファイル？で、アドレスを割り出したロゴにどうしてこんなものが。開いてみましょうか。これはなんじゃこりゃ。ちょっと待て、これってひょっとして。居場所を突き止められた仕返しにハッキングを受けたみたいですね。いいえ、最初から手のひらの上だったのかも。そうなるとダミー情報をつかまされた可能性もありますね。大丈夫か？あの状況でアドレスを偽装する余裕はさすがになかったはずだ。だったらアドレスを解析すればなんとかアクセスポイントも。いや、でも。おーはい。まあ放っておいて、一旦ヨナのところに戻ります。報酬のメモリークォーツも受け取る必要がありますし。な、そんな話もあったか。なんかいろいろありすぎてすっかり忘れていたな。この近くに出口付近に出る、それを起動させて帰ります。ああ。